真実を探ろうというリュウチェル君がね、本当に死んだ真実を知るのに、みじも思ってる。まあ、誹謗中傷を下げるために。出るわけねえじゃん。人手に行ってんのかなと思うの。すげえと思うの。なんか本人がもうこの世にいないんじゃん。もう闇の中に抹消されるんだけど。だからそれも込みで。だけど、誹謗中傷はその中には確実に芸の人たちには間違いなく入ってると思うのよ。私は思います。いろんな要素のうちの一つでは確実にいっぱい入ってると思うんですよ。なんかそれをさ、なんかもう分かっちゃうんだよね、俺は。そんなリュウチェル君のためにさ、いや真実まだ分からないじゃんって言ってる。いやそれはあんたが多分死んでも誹謗中傷してる人いるから、なんか今度それってさ、今残されてる心がすごい痛くてさ、辛い思いしてるペコちゃんのなんかあったらお前らのせいだ、気丈に振る舞ってるけどさ、絶対内心すごい死んでる。あんな感じの死んでる、すげえなって。こいつら本当にロボット並みの完璧な人生を送ってんだな。毎回見てたもん、絶対さ。本当は誹謗中傷言いまくってんだろ。それ後ろ見たいから、後ろ見たいっていうか、後ろ見たいじゃねえんだろうな。訴えられるのが嫌だから言ってんだろうな。すげえ根性だよ。すげえなんか耳ちんだな。こいつらマジかよと思ったもん。だから本当にないと思うよ、悪いとか。そういう気持ち本当にないと思ってる。死んでもそうなっちゃうんですよ。生きて訴える方が一番ね、ああいうバカどもの方が高いんですよ、本当は。とは言ってもね、そうは言っても耐えられないって言われてる方は。化石かも。見てるから。一応ね、まあ、魚拓とか取って、魚拓っていうか、消化とか取ってないけど、確かに言われてたよ、めちゃくちゃ。そこまで言うっていうところまで来てたよ、ね、言い過ぎだよ。それを本当は、あの、ね、遭難した遺族に対してやってる、なんていうのか、内容してるじゃん。これもすごかった。私は登山、山育ちで、山育ちの割にあのおじいちゃんの格好軽装って言えるところがすごいですね。死んだのに行ったんでしょ、それ。死んだ、亡くなったっていう報告を遺族がツイッターでさしたんだよ、ツイッターでそういう風に、はいはい、その後に行ったんでしょ。でそのリプにそういう返事をしてるんです。それのスクショです。すげえよ。ゴミクズはなんてびっくりしました。本気なの？分からないんだよ、あれできる人の心境が。自分のさアカウントでさ、何もなく普通につぶやくだけならまだしもさ、まあね、なんで遺族にそれをリクしてまで送るの？本当ひどいね、訴えられてしまえ。あのリクを結構目にしたその登山やってる人たちがみんな一斉に怒りあらわにしてる。怒るでしょ。俺だって関わりたくないと思う。あ、こいつ無理と思った。俺はもう臭いものに蓋をするじゃないけど、見たくもないと思ったっていう。どうかちょっと忘れたくないよ。あ、なんなんだろう、わかんないんで。ストレス発散で言ってんのか、そうだった。それかバズりたいのか。いや、普通にだから山舐めるなって言いたいだけなんじゃん。だからそういうのって絶対リツイート来るじゃん。目立つしたいから、目立つから。そうして山を舐めるなと言いたいんでしょ。はぁ、はぁ、としてはセーブしてる。確実にいるんで。80キロ。あんまセーブしたら逆に怒られちゃう。80キロ保って走ろう。あれ、ここ80だっけ？前の話じゃなかったっけ？わからん。込み具合で書いてんのかな？多分。まあ、意味な。全部満じゃん。うん、満だったんだ。いや、左側の車と沿っていけばいい。無理して右行かないから。やめようって言って
答えてる人いるじゃん、うん、その言葉で不幸なってるの誰いるんだろうってずっと思ってんの。それに対してすげえ叩いてんじゃん、木下ゆきなさんという、太田光さんという、それに対してさ、なんか言いたい放題言ってる芸能人のお前らにそんなこと言われたくねえっていう心理なんじゃないの、知らんけど。だからその心理がどっから生まれるんだって話。まあ要は嫌いなんじゃない。そうなんだろう、その人たちのことが嫌いだから、そういう奴らがなんかそんな正義部っていうのが鬱陶しいっていうだけの感情じゃない、よくある感情じゃないですか。まあそれが叩くことでまた称賛枝になるんです。8割くらいそうだと思うよ、あいつら自分ねんだもん、軸がねえからさ、ベー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 って一緒に言ってるわけで、でさ、いざ訴えられたらさ、ってなるから消すんじゃん、どうしようってなるから消すんじゃん、ちっけで。裁かれたくないから必死に、死因わかんないのになんでそういうこと言えるんですかって普通に言うんでしょ、てめえのことだもん、どんだけ自己中だよ、死んだ人すげえなと思って、あれ絶対さ思ってねえんだよ、ペコちゃんとかユーチューブ、あれね悪いけど思ってないと思うよ俺、あの話してるわけないじゃん、うん、自分をかばいたいから言ってるでしょ、過去にそういうふうにやってさ、この LGBT あれ多分ちゃんとした LGBT だと思うよ、見てそれ気持ち悪いとかさ、あそこまでしっかりもう女性の体指定の女性ホルモンってさ、あれはもうガチだと思う、だったらまあ別に女子トイレ一緒に入っても嫌悪感はないかな、あそこまでちゃんと女性として考えて、で女性の気持ちを汲み取ってくれる人が本当にそういうそっち本当に女性なんだなって取れるけど、女性の気持ち汲み取れないやつ本当はおめえそれで自分は女性だとか言ってるのマジ父ちゃん捨てたとかさ、いや捨ててねえじゃねえかって、まあ、見ろよちゃんとインスタ載っけてじゃん、一緒にハワイ行ってんねん、まああれなんじゃないの、その離婚したっていう言葉ばっかりがこうあれしちゃったんじゃない、だからそういう風に言うんじゃない、多分違うと思うんだよね離婚って、なんかみんな離婚って言うともう決別ってしてる、まあ、俺もそういうとこあるんだけど、決別っていうものをあの捉え方してる人多いと思うんだけど、あれ多分違う、でその概念をなんかぶち壊してくれたんじゃん、そう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 、こういう家族のあり方なんもいいよねっていう話じゃん、うん、ないけどね、そうそう俺は無理だけどって、そこはでも人それぞれなんで、俺は無理だけど離婚したらもうあれさよならとかって、うん、前のバイクの人ちょっと話かな、キャンパーだな、ザックにあれついてる、あのなんかテント泊する人がつけてるやつついてる、今から泊まりに行くの忘れて戻ってきたんですよ、今から行きそうだよね、まあまあ、高速入ってきたし、まあ、だけどそれもなんかすごいあたかも自分がなんか正義感ぶってさ、正義感ぶってないよ、なんか目指したいから言ってるだけじゃん、俺はあれ正義感ぶってるとは到底言えないと思うけど、誰かからその自己承認欲求で言ってるだけだと思うけど、なかなかすごい、で誹謗中傷が分からなくなってさ、木下ゆきなさんと大谷からまたぼっかすか言ってんじゃん、木下ゆきなさんのあれだっけタピオカの件でしょ、ガバババババだったらやばいと思うけど、例えば浮気してるくせにしてるやつがさ浮気良くないって言ったりとかさ、それはダメだと思うけど、関係ないじゃん、で俺はあの毎回見て思うけど、それで誰が不幸になるだろう、不幸になってるやつこの訴えでいないよなって毎回思う、まあ不幸になってる可能性あるって言ったらあれだろうな、誹謗中傷してるやつらその余計加担されるというか、言うじゃん、その誹謗中傷で亡くなっちゃったよっていう可能性が出てくるから止めてるのかもしれないけど、そういう
わすなっつって余計なこと言わすなっつってそうしか取られないけどすごいコンブだと思うよ。どんだけひねくれたやつ人生送っ